大枠の歪みとは。そうか、そこまでのことなのか。線路が分断されてしまってることが鉄道に関する全てのことを難しくしちゃうんです。ああ、小倉まで8620を連れてはいけんのだ。どうしてばい？客車みたいにトレーラーで運べば済む話とよ。8620の大枠は板大枠、25ミリの圧延鋼板の縦幅、つまり高さによって強度を取るという構造です。その梯子の2本柱を厚く縦幅のある鋼板と考えると分かりよいかもしれません。あんまり分かりよくなかとよ。うんだよね。です。これを見てくれ。板大枠というのは、まあこんなようなものだ。この上に車体が乗ると考えてくれ。電池を横板と考えてくれ。垂直に並列した板同士が横板によっても支えられ、この構造が重さを支える。しかし大枠が歪んでしまうというのは、つまりこういうことなのだ。はっ！大枠の歪みは交番の自重をも負荷へと変えてしまう。横板である電池はその負荷を支えようと頑張るが、もし負荷が限界を越しちゃったら、当然こうなる。極端で大雑把な例えではあるが、8620が今抱えている問題はこのようなものだ。現状大枠の歪みはまだ致命的なものではありません。縦揺れが軽微であれば営業運転にも耐えられます。ああ、だからトレーラーで運べんと？正解だ。トレーラー移送では振動を回避できんし、振動は大枠の歪みを致命的なものへ追いやりかねん。それなら8620はどうなるですか？さてそこだ。現状のまま営業運転を強行するという道については完全に閉ざしてしまいたいと考えている。妥当な判断だと思います。補線をどれほど頑張っても線路上の異物を完全に根絶できる保証はありませんから。ですね。異物や異常が大枠破損に、ひいては事故につながるリスクが現状では高すぎますので、僕としては何とか修復をできないかと考えている。美濃笠さん、いかがでしょうか。お人よで8620の修復を行える可能性は。こん板大枠いう代物は、キツカカーブの時などたむことを前提の設計ばされておられますな。さようです。仙台車で吸収しきれぬ横への力は大枠自体がたわむことで吸収します。この素材はありふれたもんじゃなかとです。製鉄レベルからの特注ば必要となられる気がします。
やはりさようなこととなりますか。板大学は当時から品質の安定が難しかったそうで、帝鉄末期にはほとんどが某大学に取って代わられてたんです。その場合いかほどのお見積もりとなりますでしょうか。どう考えても単位は億になりますでしょうな。さようですか。ならば生体保存。さようですか。ならば。ならばどなたか大枠回収に関する案を、良い考えをお持ちの方は。大枠回収に関しての案じゃないんですけど、事前っていうかどうしてもダメな時には8620生体保存するのはどうかって思います。生体保存で何ばい。列車を動かさない状態で保存することですよ。飾り物の記念品にして大事にしてあげることです。石像機関庫は例えば SL 記念館みたいにして、バーベキュー列車と8620とで名物2つにしようと。幸い機関車変更による混乱はほとんど起きてません。キハ07牽引のアンケートも満足度すごく高かったですし。バーベキュー列車は客車が主役と、観光客さんの多くは理解してくださっているわけか。満足度が高かったんはお客さんたちポジションば取り合ったからとよ。響き、キサキ先輩が教えてくれたと。自分がやった選択を間違ってないと思うため、人は判断ば補正すった。神ちゃんどやんがこつね。お客さん機関車変更どうしようもないから本当は不満でも自分を納得させたって意味と思う。なるほど。わざわざお人山で来てバーベキュー列車ば乗って。そう、それで残念だったって思って帰るのすごく嫌だって思うと思うの、私だったら。あ、それはそうした補正は多少はあるかもしれませんけれど、バーベキュー列車は86あっての問題。これは、嘘、もう12万再生って。嘘じゃなことよ。アップロードして半月もせんでもう12万再生たい。宗鉄様、大雑把に言えば12万人がネットを通じて僕らの動画を見てくれたということだ。私たちの動画をそんなにも多くの方々が。この動画ば見た人は、運転台通信ば読んだ人は、絶対86と一緒のバーベキュー列車に乗りたくて。それはそうだと思います、私だって8620が走ってくれれば。けどそれは無理だから、だから
無理じゃなか、あのコバ絶対に直せるけね、ニーニー。僕は腹ばすきましたな。少し早かとですが、お昼どげんでしょうかね。お待たせしましたです。買ってきたばーい。なあ、うん、すまんな。兄さん何食べると？なんでもいいぞ、余ったもので。じゃあひび姉ちゃんからばい。ありがとう。それじゃあこのオムライスいい？よかばいよかばい。深見ちゃんは何にすっと？どうしよっかな。おにぎりもいいし、サンドイッチも。なら残った方をうちが取るとや。で、一個ずつ解雇するばい。ありがとう、そうしよう。どこでお食べになられるのですか？うん、ここからだと、お人よ上司の公園か。それなら、斡旋所で落ち着いて食べませんか？です。お昼休憩、時間、たくさんになりました。ですし。斡旋所だったらお茶入るばい。飲み物買わんかったらよかったばい。あ、だね。ちょっともったいなかった。構わんさ、ジュース代くらい。鮭とおかかと明太ばい。深見ちゃん何が欲しかと？なぎちゃん先取って、どれでもいいよ。じゃあハムとトマトのもらうばい。私はおかかいい？よかばいよかばい。どうした八六、食べんのか？生体保存のご提案、宗哲様はいかがお考えになられましたか？最悪の場合、どうしても修復できぬ時には、最悪の中の最善であるかとは正直思った。生体保存して8620を諦めますか？いや、諦めぬ。諦めるという選択こそが最悪中の最悪だ。生体保存をしながら回収に望みをかけるのですか？うん、ともかく資金だ。資金があればより広範な選択も行い得る。枕様のおっしゃられていたSL 記念館が集客の役に立つとお考えですか？立つさ。それであれば形は多少変わっても8620とバーベキュー列車の2枚看板を下ろさずに済む。それは宗哲様、かなり難しいお話なのではないかと存じます。なぜだ？以前にもお話ししたことがございますが、私は国産初の量産蒸気機関車です。うん、聞いているし、本でも読んだ。日の本の鉄路に8620の消え見えざるはなし、それこそが私たち姉妹の最大の誇りでございました。うん、逆に申しますと、8620系は日の本全土どこでも見ることができる機関車であったのです。な、トップナンバー機である8620のアドバンテージは、丁寧に丁寧に作られたがゆえの乗り味の良さです。乗ってこそのアドバンテージだな。それは生体保存では完全に失われてしまう。止まってしまったトップナンバー機と686機の妹たちとには取り立てての際はございません。
SL は走ってこそです。バーベキュー列車にも音や熱や煙たささえ大きく寄与していたかと私は思っております。それは僕も完全に同感だ。86も待っとってくれたと。あ、ん？よかったね、カエコ。ね、ニーニー、私たちもカエコぜ。帰ると言ってもどうやってだ。オムライスとスパゲティだぞ。そんな、こう半分取って、で、ニーニーの。それだ。すまんが、食事は中断してくれ。すぐ検討をしたいのだ。ちょっと待って、ニーニー、それってどれ、何？カエッコですか？うん、カエッコだ。なるほど、生体であれば。はい、大枠の歪みは問題となりませんから。カエッコ、すみません、少し意味が。ああ、すまん、その点だったか。カエッコとは交換をするという意味だ。つまり、カエッコですか。理解できました。そうか、そうですよね。すでに生体保存してる子からなら。うん、大枠だけでももう一度走らせてやりたいと、そう思ってくれる相手さんを見つけられれば。ちょ、いいに、だからそれって何言ってば。ああ、すまん、少し説明が足りなかったわ。86が話した通り、86には同系機、同じ8620系の姉妹がたくさんいたわけだ。うん、86を除いて686機。おそらくだが、その中には生体保存をされているものもあるだろう。あ、ああ、そのこと、カエッコ？そうできればと考えている。条件の合うような機体がもしもあればだが。結構あります、86系の保存者。28651、48640、48674、48696、58623、58623。理想的です。58623は日の本車両製造で作られた第1号機。オリジナルの再現度が極めて高い子です。日の本車両製造？鉄道車両メーカーです。私の妹たちは帝国、日立、川崎、総合、さまざまなメーカーで作られたのです。どうしていろんなメーカーって？86は鉄道黄金期に咲いた傑作量産機だからです。一メーカーでは製造がとても追いつかなかった。しかし各メーカーともその1号機はオリジナル、トップナンバー機にできる限り忠実に寄せて製造をしました。そうでなければ納品基準を満たさなかった。そうした時代が鉄道にも確かにあったのです。つまりその58なんだ。58623です、宗鉄様。直接の面識はありませんが、四国を走った妹です。その大枠は原型をとどめていてくれるなら、最低限の調整で8620に完走できるかもしれないのです。すごいです、すごいんですよ、宗鉄くん。これ
すごい、可能性きっと高いです。58623は日の本車両製造の本社、名古屋で生体保存されています。本社？まだ会社が存続しているのですか？はい、電車部門だけを存続させて今もですから。電車ならば秋様、毛利の姫様、広島毛利電鉄日の本車両製造の大株主って乗ってます。ならば秋様に相談すれば。何のつてもないよりもちろんですけど、これ結構微妙な話題なんだって思います。サキ様にしても記念すべき自社1号車両ですから。ああそうか、そうだよな。ですから交渉、ひとまずは私に預けてもらえますか？そうしてもらえればありがたい。僕には毎鉄の心の機微はおそらくわからん。そんなことないです、そんなことないですよ。絶対八六ちゃんや宗哲くんの力が必要な時は頼りますから。なあ、そうしてくれ。僕の力なら全て尽くそう。私もです。何なりとお申し付けください。はい、そうさせてもらいます。こう言ったら失礼かもしれませんけど、八六ちゃん少し変わりましたか？レイナもびっくりしたですよ。ちょっと前まで物忘ればっかり。レイナ本当のことですから、私は取り戻したのです。本来の私を宗哲様に取り戻させていただいたのです。何何何かあったと？はい、ございました。つい先日トロル湯のおばあ様に、確かシーリングとおっしゃっていたな。シーリング？シーリングって何ですか？レイルロードとマスターとの信頼関係が深まると封印されていた機能が解放されるとのことだ。はい、そうなんですか？あのレイナ、それはその機能はその女性マスターだと解放されないものなの。ああ、なんだ、そうなんですね。おう、まずは8620を、大枠をきっと入手してもう一度走れるようにしてあげましょう。うん。宗哲様、お隣失礼してよろしいでしょうか？無論だ。少しお話をしたかったもので。僕もだ。今日はいろいろと大きく動いたからな。大きく、誠にさようですね。大枠交換いただけるのですね。ああ、ありがたいな。ご快諾を喜んでまでいただけて。こいつがもう一度走れるのならか、 SL に関わる者は皆そのように思うのかもな。宗哲様もですか？だな、多分。すでに僕もだ。8620に寿命が来たなら、たとえ動輪一組だけでも他の車両の一部としても
走ってほしいと願うだろうさ。さようですか。たくさんの願いを受け取って、きっとあの子はまた走れるようになりますね。そうするさ。そのためだったら何でもしよう。それこそが今僕の一番強い願いだ。まあ、あの子のことが一番ですか。ああ、一番だ。お前ともつながっていることだからな。けれど、やはり大きなお金がかかるのですね。ああ、そこまでお秋様に頼るわけにもいかんしな。鉄道に市の補助金を申請するとおっしゃってましたが。うん、市長を辞任する覚悟だろうな。そうしなければ公私混同の批判を免れられんから。辞任なさってお人よ鉄道の社長に5000年を。大枠回収の件がどう転んでもいいように道筋はいろいろとつけておいたとのことだった。レイナの回収だけでなく政治工作もしっかりやってくれていたらしいぞ。アクシデントがないのなら、階段を一段ずつ踏めるなら、ポーレットはあるいはマクラネーより有能かもしれん。本当にさようですね。たくさんの方たちが、有能で素敵な方たちがあの子に力を与えてくださいます。その筆頭が僕なわけだな。さようです。宗鉄様こそその筆頭で中心です。お前にそう思ってもらえるなら光栄だ。私もですよ。様のそのお言葉がとても誇らしく嬉しいのです。ですがそれだけに私不安も感じるのです。不安か、どのような。これほどに幸せな巡り合わせはきっといつまでも続きはしないと思えてしまって。そんなことを。そうだな、僕もその方が安心だ。宗鉄様が安心ですか。うん。僕は目先のことしかない。そう生きてきたし、これからもきっとそう生きる。はい。だから未来をお前が見てくれるなら安心だ。僕は思い切り目先だけ、一瞬だけを見つめられるから。考えておけとおっしゃいますか。この幸せが終わった先を。命令ではない、ただの願いさ。お前と過ごす時間をより幸せのものとするためにも、僕はこの一瞬だけを見つめたいのだ。甘えっ子のマスターですね、宗鉄様は。ん？願い、頼ることが甘えなら、そうだな、僕は思い切りお前に甘えたい。はい、どうぞお甘えください。いくらでも。それがどれほど切ないことでも、あなたのために私は未来を思いましょう。ならば僕は幸せな今をお前と重ね続けよう。
のどかなものだ。よく眠れたようだな。いよいよ今日が決戦だな。決戦、さようですね。今日の議会であの子の、いえ、お人よそのものの未来が決定される。事実上そうなるな。ポーレット様の予算案、皆様のご理解をいただけますよね。それは今日の質疑応答次第だろう。エアクラ工場を誘致推進派にしても、ここが鮮度だ。こちらの弱みを徹底的についてくるだろう。弱みですか？費用の問題、大枠交換で新たな不具合が出る危険。キハ07の観光、日曜併用にわずかながら苦情の声もある。はい。エアクラ工場誘致反対派の議員は固まっているが、過半数には及んでいない。自主投票の会派もある。ご理解をいただけなければ、最悪の場合逆転を許してしまう危険もあるのですか？なあ、鉄道での進行が否定されれば他に手はない。流れは一気にエアクラ工場誘致待望へと傾くだろう。ご理解をいただくのではなく、私たちで勝ち得なければならないのですね。そうだな。そうするための準備もしてきた。ポーレットはもちろん、マクラネーも響きも。よかった、もう起きとるね。響きか、入ってくれ。あの私、身支度を整えてまいります。なあ、僕もいつまでも寝巻きではいかんな。着替えるんなら外で待っとるけ。兄弟で照れるようなことでもなかろう。それに今日のこの日の時間は貴重だ。うん。それでどうした？これ頼まれてたやつ。どれ？さすがだな。見やすくて良い出来のフリップだ。これは？フリップの準備ばしてたら、ネーネーが資料くれて役に立つかもしれんけんって。マクラネーガか。キサキ先輩も参考人に呼ばれるみたいやけん。そうか、なるほどな。向こうもやはり本気だな。ポーレットからも忠告はされている。今日ばかりは事前通告のない質問もあるかもしれぬと。どんな切り口で攻め込まれるか、マクラネーが預けてくれるものが
私のフリップば心強くなかった？まさかそんなことは。なあ、いや、礼を言うのが遅れたな。本当に感謝している。フリップのことだけでなく、僕らにこれほどまでに力を貸してくれていることに。え、何、今更、そんなやめてよ、ニーニー。いや、しかし、当初、お前はエアクラ工場誘致に賛成していただろう。それは、うん、まあ。もしもそのまま、考えを変えないままでいたのなら。考えなんて、変えてなかった？ん？それは、どういう？お人用に一番良かかと思う言葉手伝うとるだけ。はあ。キサキ先輩も私と同じ。ただ一番良かと思う手段ば違うとるだけで。ならば宝生キサキにも鉄道による振興がエアクラ工場誘致より優れていると思ってもらえれば。うん。そしたらきっと先輩も力になってくれるとよ。いいな、それもまた実に心強かろう。そうするためにもできる限りを尽くさねばな。枕姉はしたか？うん、今日ばクラバ任せて傍聴に行くって。そうか、ならば追加資料についてレクチャーを受けることができるか。変わったと？おう、うん。以前の僕なら土壇場であがきはしなかったかもな。これまでの積み重ねを信じるのみだと、そう考えて。以上をもちまして、本補正予算案の趣旨説明を終わります。この際、関連の質疑に入ります。民友連、斉藤委員。はい。市長、ありがとうございました。それでは参考人にお話を伺わせていただきます。参考人、右田宗哲君。はい。右田さんはバーベキュー列車8620号の主任機関士兼運行責任者でいらっしゃるとのことですが。はい、8620によるバーベキュー列車の全ての運行を担当させていただいております。つまり現場を一番よく知る方なのですね。それでは現場からのご意見をお聞かせください。なるほど、それほどまでに蒸気機関車とバーベキュー客車の相乗効果は大きいのですね。はい、こちらがアンケートで出た満足度5段階のうち非常に満足をいただいた比率です。途中、赤い線が引いてある場所からやや降下し、その数日後から極端に降下しているようですが。赤い線が引いてある日が牽引車両変更、8620からキハ07へと切り替わった日です。
おおむね満足まで加えたグラフはこちらとなります。つまり基本的なサービスにプラスされるプレミアムな満足感を8620は与えてきたわけです。なるほど、そこが他の観光資源に差をつけていく重要なポイントともなるわけですね。以上で質問を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。宗哲様、素晴らしいご答弁でございました。そうか、ならば何よりだ。この際関連の質疑を続けます。お人よの未来を考える会、新津議員。バーベキュー列車の運行についてクレームが発生している件はご存知ですね。はい、改善意見として受けたまわっております。しかし鉄道業のため市長を辞任する、これが政経史であると言わずに何と言いますか。日の本の法が公職にあるものの兼職を禁じていないのは利権金銭の流れを明らかにするためと理解しています。今回の補正予算が仮に通れば明快な利権が発生します。立法の趣旨を尊重するため辞任が最適と判断しました。ならば市長職を優先し社長業を譲ることこそが占領たる者の判断ではないかと思うのですが、いかがか。ご市長、おっしゃる通りかと思います。しかし人材の問題がありました。政界を見ればお人よには優れた人材が数多くいらっしゃいますが、鉄道界にはまだ人材が乏しく、その数少ない人材もそれぞれの職務に忙殺されてしまっている状況です。ですのでお人よの性財のより良き発展のために市長辞任の方がベターと判断させていただきました。見解の相違ですな。これ以上は結構です。議長、参考人への質問に移行します。参考人、宝生木崎君。熊本銀行人吉店長、宝生木崎です。宝生さん、銀行の立場から見て市長提案の本補正予算、これに対し疑問を感じる部分はありますか。よく考えられた補正予算案であると感じましたが、1点、少し気がかりな点はあります。それは再現性についてです。この点、市長から直接のご答弁をいただきたいのですが、いかがでしょうか。直接討議を認めます。今回8620の大枠交換にかかる費用が驚くべき定額にまとまるということは喜ばしいことですね。は、はい。が、このような巡り合わせ、言ってしまえば幸運に今後とも恵まれるという保証はあるのでしょうか。それは私ではその判断も予測もできないことです。では質問を変えましょう。交換して新規実装した大爆が将来また破損したとして、その時にはどうします。その時は
議長、それに関しては現場の立場からの方が正確な答弁をさせていただけるかと存じます。右田参考人の答弁を認めます。それで右田参考人に改めてお伺いします。現場の立場から率直にイエスかノーかでお答えください。今回のような事態対応を今後とも繰り返せますか？それは今回のような事態対応をそのまま再現することは難しいことであるかと思います。再現できないのであるか、もしもう一度の大爆等の深刻な損傷が発生した場合、回収にかかる費用は跳ね上がる。となると8620の運用継続は難しくなりますね。再回収の必要がもし出てしまえば、その場合にはご指摘通りとなる可能性は感じます。交換いただく大枠も老朽部品には変わりない。検査整備するお人よ鉄道側は大枠損傷を見過ごした。8620号のみならず、滅びつつある鉄道というものを軸とした観光振興は潜在不安を大きく継続性を欠く。そのような事業に市の予算を投入するというのは継続性はございます。むしろより大きな発展へとつながる継続性が。今回いただく素晴らしいご縁はより後半へ必ずや広がっていくものです。議長、不規則発言を禁じてください。参考人、あ、いや人ですらないものなどが。不規則発言を。議長、これは参考人である僕の発言です。マイクが声を増幅したとてそれは発言ではありません。ニーツ議員がおっしゃるように人でないものは発言できない。なるほど。右田参考人は答弁を続けるように。ありがとうございます。総鉄様、信じるままを言ってくれ。お前の声は僕の声、お前の言葉は僕の言葉だ。はい。九州に残る鉄道路線はお人よ鉄道湯ノ井線だけではございません。阿蘇山岳鉄道、肥薩みかん鉄道、長崎軌道、松浦九州線、唐木鉄道、筑豊軌道、それらの鉄道各線の中にも蒸気機関車は運用されておりますよね、ポーレット様。え、あ、それはもちろん。福岡筑豊軌道の96、19633、鹿児島はみかん鉄道の45699、生態保存のものを含めれば九州内だけでさらに数倍はあると思います。 SL に観光資源、経営資源としての価値があることは先ほどのグラフでも証明されています。しかし点在し孤立しているがゆえ、それらの資源は朽ち果てていくことを待つだけの状況に陥っています。そして先般の8620回収が示したように、整備回収のスキルを持つ技術者たちも残っています。つなぎ合わせることができれば、それらは大きな、とても大きな力を必ず発揮します。その中心にお人よが。総鉄様のおのどの調子が戻られたようです。
近隣にある、そう、例えば未完鉄道とでしたら、お人よ八代間を伏線させればつながれます。伏線って、君、宗鉄、そんな簡単に言うけれど。もちろんすぐには難しいかもしれんが、いずれ遠からずエアクラは必ず空へ向かう。浦上さん、飛行型エアクラの普及はエアロクラフテック社の目標とするところですよね。宝生参考人の補佐人の発言を認めます。非常に大まかな目標としては右田さんのおっしゃる通りであると認識しています。ならばいずれ地上はエアクラから解放されましょう。ガソリン自動車への乗り戻りが起こるとは考えがたい。しかし鉄道は違います。公共性を持つ旅ができ、同時に大量輸送の効率の良いツールでもあるから。公共性が、他社の緩やかな連帯が交換され評価される。バーベキュー列車の大ヒットはそんな思考の表れです。エアクラが空へと向かった後の鉄道復権、それはエアクラ社の利益にもつながりますよね。社としての判断を下せる能力もなく立場でもありません。が、個人としてはご指摘通りかと認識します。超重量物の移送問題はそう簡単には解決できない。鉄道の復権はエアクラの弱点の補完になるわけだ。そう、エアクラと鉄道は共存できる。そして観光面での鉄道の魅力を最大に生かすものは SL だ。ゆえにお人用を中心とした鉄道路線を復活させ、そこでの SL の集中運用というモデルを作る。そっか、車両は各地に、そして SL に特化した保全改修のための設備や人材をお人用に集中させて、お人用 SL 観光の起点駅とする。8620から乗り換えて SL で九州各地を観光できる、そんな未来を作るのだ。確かに8620はすでに老朽車両かもしれん。が、8620が壊れたとして、それなら次へ受け渡せる。SL の蒸気の町、うん、そう、蒸気のふるさと、お人よ。ああ、蒸気のふるさとを人よとして全ての資源を連携させる。それはお人よにしか、鉄道でしかできないことだ。キサキ様、うん、この補正予算案はその未来のための最初の投資、成立を強く要望し、僕の答弁を終わります。本補正予算案の採決を行います。本案に賛成の議員はご起立を願います。それでは補正予算の成立を祝して。乾杯。乾杯。変われば変わるものだな。君子は豹変すと言うべきものでございましょう。キサキ様のお力は極めて大きなものとなるかと。うん、そのことは早速実感させられた。まずは近県の鉄道会社との持ち株会社の設立か。持ち株会社とはどのようなものなのですか。複
数の会社を統括する一つの会社を共同出資で作る。そしてそこを親会社として経営の集約化を行うものだ。例えばそうだな、枕姉にお人よし内の熊焼酎の全体を見てもらおうと考える。まあそれは素敵な考えですね。そこで枕姉を社長とする持ち株会社をそれぞれの酒蔵を束ねる親会社として設立するのだ。まあそのようにすれば指示やお金がスムーズに流れるようになるのですね。ああ、それぞれの会社はそのままだから、損失の方は他の会社へ影響をさせないでも済む。経営の集約をしつつ独立性も維持できるのが持ち株会社だ。それは当然第3、第4の企業の参入を促しやすくする。大九州 SL 構想を成立発展させていくため、持ち株会社はなるほど優れた仕組みなのですね。まあ構想への理解協力を得られればだがな。九州男児は独立心が強いと聞くし、簡単ではなかろう。だとしても絶対行けます。向こうにだってメリットものすごく大きいですから。まず最初はみかん鉄道、北回りだけじゃなくって南早戸を通じて鹿児島までも伏線できれば、環状ができるのですね。そう、その上路線上にはおこばもありますし、これ観光振興に効果絶大ですよ。おこば？鉄道界隈では有名な日の本で唯一ループ線とスイッチバックとを共に持つ駅です。すぐ南、お人よとこれほど近くにあったのですね。山線ですから伏線も大変ですけど、でも周辺自治体とみかん鉄道の協力も得られれば。そのおこば駅とつながる路線を持つことはそれほどみかん鉄道にも良いことなのか。要素単体ではどう評価されるかは分かりませんけど、放送全体をきちんと伝えれば理解をもらえると思います。だろうね。おっと、僕もそう判断したから協力を申し出た。だから必ずや実現可能性を実地で示してもらいたい。うん。はあ、にぃにぃ、こんな先まで厳しく顔ばして。もっとほら、ニコニコせんと。笑わん角には服もこんとよ。ソーテツ様、お顔ギクシャクとされていますよ。もっと自然にニコニコニコって。レイナちゃんのこと見習うとよかばい。ん？レイナは？外です。本駅長にもごちそうのお裾分けって。ああ、レイナらしいね。なら様子でも見てこよう。あ、ソーテツ様、私も。ダメばい、行かせんばい、話聞くばい。あの八六ちゃん、ソーテツさんとその後どうですか？どうあれましても、夜風が心地いいな。ん？機関庫の方か。ああ、ふかん。レイナも。あ、ソーテツさん、こんばんはです。くん。こんばんは。ん？どうした？何かあったのか？あのですね、レイナ、こんちゃんに
油で揚げようと思ったんです。キン！けどスズメさんが。ん？ああ、あれはスズメの親分か。油揚げを下げ配下を従え、さしずめ加藤スズメだな。加藤スズメですか。加藤はやぶさ戦闘隊というのを子供の頃に読んでな、狐から上前を跳ねるなど称賛すべき勇猛さだろう。キャン！どうしたものかな。話が通じる相手でもなし。レイナ、ちょこっとだったらお話できますよ。そうか。では加藤スズメに伝えてくれ。フランクさんのとても上等なバゲットがあると。はい、レイナー伝えますね。あのですね、加藤スズメさん、フランクさんの美味しいバゲットがあるのです。バゲットはポロポロ崩れる美味しいパンです。チュン。おお、よかった。じゃあバゲットと交換ですね。おお、チェック。すごいな、本当に言葉は通じているかも。いや、これは通じているのか。本当にちょこっとだけですよ。来るなとか、遊んでとか、そんなくらいです。それにしてもすごいものだ。ないです。八六さんの方がずっと。お？ SL を中心にして九州全土に線路を戻して、すごく大きくていいアイデアだなって思います。なあ、うん、議会ではその勢いもあってすまなかったな。すまないって、何がですか？ SL だけを観光の主役のように、その機動車を軽んじたように聞こえたなら本意ではない。 SL は観光の主役ですよ。かっこいいですもん。レイナが見たってそう思います。でも、レイナは、機動車は、毎日のご利用の主役なのです。ああ、うん、そうだな、その通りだ。病院に行くおばあちゃんや、学園に行く生徒さんには、静かで煙くないレイナの方が、人気者さんなんですよ。八六を早く直して、レイナと一緒にもっと活躍してもらわねばな。はいです。レイナ、頑張りますよ。キャン！うん、もちろん、こんにもだ。祝いの席だ。主役が欠けてはつまらない。コンも、レイナも、よければ戻ろう。